夏の甲子園に出場している聖光学院高校は、明日の試合を前に最後の練習を行いました。現地から小川栄一アナウンサーのレポートです。今日も午前8時前から兵庫県尼崎市の野球場でおよそ2時間半汗を流した聖光ナインは、練習を終え充実した表情で報道陣の取材に答えました。キャプテンの氏家宗俊選手は、今日が最後の練習にならないように気持ちを入れて臨んだ、いい準備ができ、明日は今までやってきたことを最大限発揮できるように戦いたいと話し、斉藤智也監督も、明日も1点を争う接戦になるだろう、そういった意味では投手陣の調子が揃って良いのは頼もしい限りだ、必死に相手に食らいついて勝ち抜きたいと、今日の練習に手応えをつかんだ様子でした。2回戦を前に最後の練習となった今日は、明日の対戦相手浦和学院のエースを想定した打撃練習が中心で、打撃練習だけでおよそ2時間の時間を費やしています。また投手陣はエースの岡野投手をはじめ4人のピッチャーがブルペンに入り、岡野投手はキャッチャーを座らせ94球の投球練習を行いました。聖光学院ナインは今日も午前中だけの練習で、午後は体を休め、明日午前8時開始予定の第1試合、埼玉県の浦和学院との試合に備えます。以上、兵庫県からお伝えしました。